2100年気候に適せばしまった。このイラグマ島にあって。まだあるな。最後に記録されたものだ。イラクも戻らなかった。残った騎兵も汚染されて使えない。もう取れる手はあまりない。イージス作戦をやるしか。これは人類の未来を犠牲にするになる。私にその決断ができるだろうか。だけど私と彼が存在するためにはこれだけが残された道だ。騎兵が汚染されたあの戦闘の後、森村先生が提唱し推進している作戦だ。森村千尋が UFO に残した最後の記録、イージス作戦について語っている。森村千尋と彼が生き残るために、人類の未来が犠牲に。彼が誰を指しているのか。どういうことだ。私の名で登録された記録がある。記録などした覚えはないが。私だよ、ゴート・レイヤだ。クレジットは確認したか。では問題ないはずだ。手配しろ。いいか、どんな手でもいい。彼女を始末しろ。あの計画を阻止するんだ。黙れ、それはお前の仕事だ。彼女の計画を容認すれば我々は破滅だ。止めるんだ、森村千尋を。今のは私なのか。この男は2188年の四季島の重役だ。私の未来の姿なのか。誰かとの通話記録のようだが、相手の声は記録されていない。だが話の内容はわかる。森村千尋の暗殺を指示してる。私が。あんたの言う通りなんだけどさ、よく考えた方がいいんだろうけど。ねえ、聞いてる？また戻っちまった。さらぎ、鍵持ってないか。鍵って何の鍵よ。家の鍵なら持ってるけど。これなのか。いや、なんか違うな。家の鍵は俺も持ってるし。悪党団のあいつが俺に銃を向けて言ってたな。もともと鍵は俺が持ってたとか、なんか持ってたっけ？
わかんねえ。あの声だけの野郎は何者だ。なんで俺をこんな目に。それに捕まっていたあの場所、あれだ、 UFO 番組で見た。ここからどこへ逃げても逃げ場はない。このすぐ後にあいつらがやってくる。こんな話したって誰も信じねえ。冬坂がなんで悪党団のあの女に見えたんだ。幻覚でも見ていたのか。なんか様子が変。ああ、ほんと参っちまうぜ。あんなのはもうこりごりだ。だがどうすりゃいい。ちょっとどこへ行くのよ。よう。あ、尾形くん何やってんのよ。うさみちゃん、イオリに因縁つけてるの。頼む如月、少しの間黙っててくれ。なんですって。頼む。鍵の話だ。鍵は俺が持ってたと言っただろう。話が見えないんだけど、尾形くん。ああそうか、ややこしいな。まだ言ってない、この後言うんだ。でも知ってんだろ、どういうことか教えてくれ。何のことだかわからないよ。どう言いやいいんだ。悪党団のあの姿は、いや黒つなぎのあいつとおめえはどうなってんだ。あ、悪党団？何の話をしてるの？クソ、これじゃ俺が変人だ。電車出ちゃうよ。行こ、沖野くん。なんだか顔色悪くない？やっぱりなんか変だよ。鍵を持ってないか。鍵？なんじゃそら。ともかく何かの鍵だ。バイクの鍵なら先行に取られちまった。ああそ、ここでけっ。ちょっとまた喧嘩？やめなさいバキ。まさかこのチビ。やめなさい。何度も何度も腹が立つ野郎だ。電車来たし、もう行くから。やっぱほっとけねえ。ちくしょう、結局同じだ。電車が脱線して如月も。鍵はあったか。尾形理事、答えろ。知らねえよ、お前は誰なんだ。何がどうなってるかまず説明しろ。見つけたら教えてやる。助かりたければ鍵を探せ。やり直しだ、戻れ。ちょ
にあんたのいよいね、戻っ、貴様、いこい、ちょっと、よう、あ、な、いよ、たん、すま、たん、まあ、かかい、あ、ま、で、ど、え、どういや、あ、くる、あ、くす、冬坂、あれは手品じゃねえよな。ん？何のこと？あんなの普通じゃねえんだ。何かあるだろう。ん？大人の姿のおめえが言うんだ。鍵は俺が持っていたってな。大人の私？知っているはずだ、冬坂。うん。ねえ、もういいでしょ。電車出ちゃうよ。行こ、沖野くん。篠ノ目先輩じゃねえか。あんたもここに。篠ノ目先輩。先輩、鍵を持ってねえか。鍵といっても普通じゃねえらしいが。なんつったらいいか。鍵。そうだ、鍵だ。誰か呼んだ方がいいんじゃない？誰かって誰だよ。駅員さんとか。呼んでも無駄だ。なんでよ。どうせ巻き戻る。あんた、さっきから何なのよ。先輩大丈夫ですか？行かなくちゃ。怪しいぞ。追いかけるか。ちょっと電車違うよ。お、おい、どうした？篠ノ目先輩、大丈夫か？また症状が出て気絶してんのか。こっちにも。こいつ、廃墟にいた関ヶ原じゃねえか。なんで一緒に倒れてるんだ。何があった。何か握り込んでる。 DD426 薬か。ラベル見てもわかんねえな。それは毒だ。彼らは D を殺す毒に侵されたんだ。どういうことだ、おっさん。東雲君の状態を知っているなら分かるはずだ。あれが毒の症状だよ。ナノマシンが蝕まれ、もう助からない。だが彼らが犠牲となったところで D はここにやってくる。 D ってのはもしかしてあの機械の怪獣のことを言ってんのか。 D は未来で作られてここにやってくる。15人の少年少女が D へ命令している。尾形念次君、これはそういう呪いなんだ。おかし
しなおっさんだぜ。あんたは何なんだ。誰でもいいさ、もはや過去の人間だ。問題なのは D を生み出し世界を滅ぼす人間が一番の問題だ。関ヶ原ってやつも倒れてた。あれは鍵と関係あるのか。おおよそ状況は理解した。情報に合致する。その二人じゃない。他の誰かだ。鍵はおそらく君が見ればすぐに鍵と分かるはずだ。どうなってんだあの電車は。君は悪いぞ。電車の中はおかしい。もっと本気で調べるんだ。まで続くぞ。手当たり次第殴ってでも探し出せ。待て、今のあいつ確か冬坂と一緒にいた。よし、あんたの言う通りな。よく考えた方が。分かった。いいか、ここから動くんじゃねえ。一歩もだ。動くなよ。もしもあと数分でこの世界が終わるとしたら、おめえはどうする？え、やぶから棒に何なの？知りてえんだおめえの気持ち。数分か、ちょっと短くない？そうだな、数分じゃどこにも行けそうもないし、あんたと言おうかな。ちょっとだけここで待っててほしい。ダメか？いいけど。ほら、尾形くん、な、何か言おう。どけよ。おきの、おめえだろ声の主は。見たんだよこの野郎。な、何のこと？観念しやがれ。俺をどうやってカプセルに入れた？なんでここに戻すんだ？何を言ってるのかわからないよ。しらばっくれんな。悪事をしねえと痛い目見るぜ。そんな、悪事をし、てめえ、起きろ。どういうことだ？こっちが見えているのか？バレバレだぜ。このカプセルから出しやがれ。カプセル？悟られたのか？どうするんだ？てめえは思い出したぞ。意地山、俺に不意打ちを食らわせやがって。ちゃんと一声かけて殴っただろ。卑怯者扱いするな。貴様が弱かっただけだ。なんだと？はあ、起きちまったぞ。どうする？心配するな。
まだ失敗したわけじゃない。ここはどこだ？何がどうなってんだ？知らなくていい。君をすぐ戻す。沖野、俺たちを助けると言ったな。それができるなら攻撃の始まる前に他の奴らも助けられるだろう。攻撃？まさかそいつが騎兵の本当の相手か？そうだ。そして問題はその原因だ。だから D を制御する鍵を探してるんだろ。怪獣に命令を出してるのは15人の。知っていたのか？世界を滅ぼすようにセットされた子供が15人いる。意志とは関係なく体が信号を発して D を生み出し呼び寄せるんだ。おっさんの話と同じだ。じゃあ鍵はたくさんあるのか？鍵は一つさ。15人のうち鍵を持つ者が命令できるんだ。悪党団のあいつが言ってたぜ。鍵はもともと俺が持ってたってな。だが俺には思い当たる節がねえ。それはそうだろう。制御キーはプログラムコードだ。君は15人の一人で、2ヶ月前までは君から命令が出ていた。嘘だろ、俺が？その時は貴様だったらしいが、捕まえてみたら違っていたんだとよ。今は別の誰かが鍵を持ち、世界を滅ぼす命令を出している。鍵がプログラムなんて、そんなもんどうやって探すんだ？君には鍵と分かる形に見えるだろう。駅でならね。どういうことだ？君が D の制御キーを誰に渡したのか、その記録を君から取り出したいのだが、それは君の記憶と密接に結びついていて、君じゃなきゃ引き出せない。それで君の意識をこうして操作して鍵を探させている。ちょっと待て。それじゃあ、あの駅は？貴様はここから一歩も動いちゃいない。駅は貴様の頭の中で作られた幻だ。嘘だろ。分かったぞ。君がどうやって抜け出したか。その駅には僕までいるのか。僕のアクセス ID を利用して僕の操作を解除したわけだ。対処しておこう。さて、理解を得たところでもう一度戻ってもらおう。待て。暴れるなよ。探索中に無理やり装置が外れれば二度と起きられなくなるぞ。鍵を探せ。殴ってすまなかったな。だが覚悟を決めろ。自由になりたきゃ協力するしかないぞ。じゃねえ。俺が頭で作った幻だ。突然何を言い出すのよ。頭大丈夫？何か悪いものでも拾って食べた？もう俺に喋りかけんな。どうしたのよ。私なんか、冬
怪獣に命令するプログラムのキーか。俺には鍵に見えるそうだが。世界を滅ぼすため怪獣に命令を出している奴が15人いる。俺もその一人か。ふざけんな。これが俺の頭の中で作り出した妄想だと。ここにいる如月も冬坂も和島たちも偽物だったのか。冬坂はよく知らねえもんな。だから保険の先行と混じって見えたのか。おい冬坂、沖野はどこへ行った？沖野？誰？珍しいね、イオリ。これがウサミちゃん。あいつの言ってた大将か。イオリの家こっちじゃないよね。君か。おめえ確か電車通学じゃないよな。そうだったかな。でも電車ぐらい乗るさ、何もおかしくはない。おめえ鍵を持ってねえか。何の鍵？怪獣に命令するための鍵だ。怪獣に命令？おかしいか。ずいぶん子供じみた遊びだ。おかしいよな。おめえが好きそうな話題なんだが。残念だけど電車が来たので、これ以上君の話には付き合えないな。逃がすかよ。ちょっと電車違うよ。ついてきたのか。どうして逃げるんだ。あ、この電車は違うだろ、尾形念次。どれに乗っても結果は同じだ。怪獣にやられるだろうな。てめえは比べじゃねえ。やれやれ、記録の隠し方がずさんだったな。本人に掘り起こされるとは。てめえ誰だ。消えた。あ、後ろにいるの南じゃねえか。しかも持ってんのは。なぜだかわかるぜ、そいつが鍵だ。君はこれがどういうコードか知ってて探し出したのか。鍵が何か理解しないでむやみにし。その鍵は怪獣を操るプログラムだ。南夏野がその鍵の所持者だ。それを知って彼らが何をする気か、知ってて君は協力しているのか。彼らは誰も助けられはしない。信じるな。南夏野をひどい目に遭わせたくないだろう。てめえは信じられるってのか。誰だかもわからねえのに。俺は泉十郎、別の世界から来た比べ十郎だ。別の世界？お前たちを救いに来たんだ。そのために彼女の制御キーを守ってる。いいだろう。俺が信じられなくても鍵を見たことは忘れろ。そうはいかねえ。その鍵が世界を滅ぼすんだろう。俺に任せるなら悪いようにはしない。だが南夏野の鍵が見つかれば彼女がただで済むと思うか。確かに俺を拉致って脳みそいじる奴らだ。
南も同じ目に遭うかもしれねえ。東雲涼子のように壊されるか、命を奪われる。彼らは南夏野を生贄にするだろう。よく考えろ。報告しろ。見つけたのか。いや、君が見ている駅を解析した。それは視覚化されたデータベースだ。君の記憶と混ざって関係ない登場人物もいるが、コードにアクセスした者がそこに現れているはずだ。見つけ出したらそいつをどうするんだ。決まっているだろう。 D の出現を阻止する。命令者を操作し D を制御するんだ。それが不可能なら制御キーを破壊する。安心しろ、君は解放するよ。そうか。言い忘れていたが、この操作を続けるのは君の脳に負担が大きい。早く見つけないと君も危険だぞ。いいか、ホームに現れる人物を注意深く調べろ。もう一度だ。どうすりゃいいんだ。